ようこそ犬の行動専門家ドッグトレーナー瀬形です。今回は私が訓練所にいた時にね、しつけるのに苦労した、とても手間のかかった、時間のかかった、そういった子たち研修のトップ3を紹介しようと思います。これはあくまでね、私の感想であって、その研修が悪いだとか、その研修を買うと必ず苦労しますよだとか、そういったことを言うものじゃないからね。私がただその時に、まあ、技術不足であったりとか、その子との相性だったりとか、その子の性格であったりだとか、それにおいて、まあ、苦労したよ、こういうふうに大変だったよ、ね、でそういうふうな感想があるから、まあ、私の感想としてちょっと聞いてもらえたりだとか、それで買う時の、ね、新しく犬を買う時の一つのね、あくまで一つの参考のアドバイスとして、受け取ってもらえたらなと思います。まあ、もちろんね、研修によっても、その研修がね、絶対こうですよっていうのはありえないわけよ。例えば、テリアでもね、今ここにいるテリア。まあ、やっぱテリアやから自我が強くて自分の考えをしっかり持ってて行動するっていうタイプが多いんやけれども、すごく柔軟に人にね、対応できるテリアもいるわけ。ね、この子はやっぱテリアらしく、もう自分がこうと思ったらこうなの。っていう、犬が嫌いって言ったら犬は絶対嫌いって言うし、遊ぶって言ったら絶対遊びたいって言うし、ご飯欲しいって言ったらずっとご飯欲しいって言い続けてくるね。で、まあそれは犬種としては多くね、当てはまる要素やけれども、テリアの中でも、まあ犬は大丈夫だよ、ね、安心してね、社会科のようにこう教えてあげる、犬は大丈夫だよって伝えてあげると、おお、なんかそんな風なんやね、うん、大丈夫って分かったよって言ってくれたりだとか、まあご飯食べたいって言っても、ちょっと待っててねって言ったら、もう待つよって、この子はもうずっとご飯欲しいって言って、もうずーっと私の方に視線を投げかけてくる。まあそういうのがあるから、まあ、まあそれ一つの犬種としての特性もあるし、私がね、そうやって訓練所にいた時に苦労した、こういう不安が大変だったよっていうお話を聞いてもらえればなと思います。ではね、まず苦労した犬種のうちの、まあ第3位やね、第3位は、チワワ。あの、ちっこくて可愛いね。一時アイフルで CM ですっげー流行ったよね。懐かしいよね。もうアイフルの CM が流行ったんが、もう十何年前かな。ね、クーちゃんっていう可愛い子でね、なんか写真集出したりだとか、CM に出てたおっちゃんと一緒にすごくタレントとして扱われてたよね。あのチワワはすごい大変。もう、チワワのどんなところが大変かって言ったら、とにかく臆病、ね、で警戒心が強い、で人をなかなかね、こう受け入れてくれないっていうのが強いね。だから訓練所っていうのは、ね、住み慣れてたこういう一般家庭の中から、ね、もう環境がガラッと変わって、もう全然知らん環境、知らん部屋、知らん犬たち、知らん人間がいるから、そこに対応していかなあかんやんか。もうそこに放り込まれて、言い方悪いけど放り込まれるわけよ。もううちの犬がちょっと大変やからとかで、チワワがもう100% やった。血は分かったから、お利口さんにさせてあげたいから、しつけしてほしいです。訓練所にお願いしますっていうのは一件もなかった。もうあったのは、とにかく噛むから、噛んで触れなくて大変やから、どないかしてくれ、ポンって投げ込むような形やんな。もう家で飼われへんから、ほいって投げられたみたいな。そういう血はが 100% 来てたんやけれども、そういう子たちを扱うから、どうしても、まず犬が人を噛むっていうのが成立しちゃってるわけ。人との付き合い方でこういうふうにね、例えば触られても受け入れてくれるだとか、あれいいじゃーん、まあ、もう無視するだとかね、こういうのが成立してるやんか。まあ、無視されるのが成立してるかどうかっていうのはちょっとしてちょっと疑問と思うんやけれども、まあこれも成立してるわけよ。無視する、声かけたら噛んでくるっていう犬もいるからね。それは気をつけてね。あんまり経験ないやろうけど、見て名前読んだら、ぐわって襲いかかってくる犬っていうのはいるんよ。訓練所はそういう犬も扱ってる。大変やね。で、まあ、犬としてそうやって人とのコミュニケーションどういう風にしてやるかっていうのが、こう覚えて学習してね、でから身についていくんやけれども、チワワはそういった、臆病であるだとか、警戒心が強いであるだとか、そういうので、とにかく噛みやすいね。人のことを噛みつきやすいね。で、噛むって言ったら攻撃性っていう意味が捉えるかもしれんけど、あくまでほぼほぼ犬がこう噛んでくるのは、防御の意味で噛んでくる。自分の身を守るっていう意味で噛む。あっち行け、来るな、そういうことしないでっていう意味で噛んでくる。で、自分自身からあいつを狙ってやろう、仕留めてやろう、ガブじゃなくて、自分の身を守るために防御するね、手段として歯を使うってことな。それがチワワには非常にね、そういうので傾向として多いね。私もね、今出張とかしつけ教室開いててもチワワは非常に多い。そのケースで悩まれてる人は非常に多い。
ぱそういうので、ね、チワワっていうのはなかなかね、さ触ろうかなと思ってもギャーギャー噛んできたりだとか、やっぱちっちゃいから抱っこしないとね危ないだとか、そういうシーンがあるんやけれども、抱っこしようとしても危ないからなかなか上手に扱えない、難しい、ね、そういった面で非常に苦労した。で、ちょっとずつちょっとずつ慣れて、怖くないよ大丈夫だよっていうのを時間かけて時間かけて丁寧にしていかないと、なかなか噛むっていうことが改善されにくかったりね、よくならにくかったりするから、その辺で非常に苦労した。で、あ、今からね、このあと2位と1位言っていくんだけども、これ全部噛む、ね、噛むことにおいて非常に苦労したっていうことね。やっぱそれが一番大変やね。もう吠えるとかやったらそこまで大変じゃない、実害がね身に起きて大変じゃないんやけども、まあ、噛むって言ったらやっぱ実際ね、私も何回も噛まれて血出てね、塗ったりだとか、もう一体噛まれて脂肪が出てくるのよ、この皮膚の下にね、皮膚切れてちょっと肉切れたら下のさらに下に行くと脂肪が出てくるんだけど、脂肪も出てきてたりもしてたからね、手からブリュって白子みたいなのがブリュって出るのよ。で、あー白子みたいなの出てきたっつって、時間見たら、あー今病院の診察を夜7時半やから終わっちゃってるな、この脂肪の塊ちょっと出っ放しやけど、ほっといて明日の朝一行くかって言って、朝になったらここね、脂肪の塊飛び出てるのがカピカピに固まってたりするのよ。そんな経験もある。まあそれは置いといて、次第2位やね。第2位はコーギー。あれも可愛いよね、コーギーね。ちょっと胴長くて足の短いね、一時すごく流行ったよね、あのコーギーが。すごい大変やった、あのコーギーっていうのはね、そもそも犬種としてあるね、どういう風にして生まれたかって言ったら、あれはね、牧羊犬なんよ。牧羊犬って言ったら、あれあれ、ボーダーコリーみたいにいっぱいね、羊とかをまとめてすごく賢くて、で、ね、それを制御するみたいなイメージあるんやけど、牧羊犬にも種類があって、そうやって まとめてね、移動させるっていうことをね、目で切って目つきで群れをまとめて移動させるとかね、こう体をね、寄せていって、ね、プレッシャーを与えて群れをコントロールするっていうタイプもいれば、噛みつくことで牧羊ね、仕事をするっていう犬もいるね。あのコーギーっていうのはそもそも噛みつくようにね、噛みついてくれやすいように改良されてきたっていう歴史があるわけ。まあそういうのヒーリングドッグね、ヒールかかとっていうね、ヒールかかと、英語でかかとね、ヒーリングドッグかかとね、噛む犬っていうんやけれども、どういうことするのって言ったら、牛とかね、そういった羊とか、そういった家畜動物の羊、かかとをカチッって噛むね。カプッ。で、それで、ガーって言って、噛まれた方は、ビャッて逃げたりするんや。それで、移動させるんやけれども、まあ、そのためにね、かかとを噛まれても、かかとを噛んでも、羊とか、馬とか、馬じゃないね。馬もやるのかな、まあ、家畜動物の、ね、後ろ足の蹴りをかわすため、かわしやすくするために、胴が短くてね、短足、胴が短くてじゃない、足が短くて短足なわけよ。そうするとね、体高が低いから、ね、蹴りが頭の上をシュッと取りやすく、ね、避けやすいっていうわけ。で、まあ、コーギーっていうのはそもそもそうやって、ちょっと噛みやすいっていう、犬種上の特性があって、噛むんやけれども、まあ、えげつないぐらい噛むな。すっごい噛む子は噛むよ。私が聞いた話やで、聞いた話では、他の同業者さんの方から聞いた話だったら、コーギー噛むからどうにかしてくれって言って、なんか連絡があったらしいわ、そこで話してたら、どれぐらい噛むんですかっていう話になったら、指を噛みちぎられたって言って、ピシッ、すごいよね。えげつないね。で、噛みちぎられた指は食べられたらしいよ。だから指からね、一部欠損さえしちゃってるっていうね、えげつないことになってるからね。まあ、実際やっぱそれぐらい噛んでくんね。私もね、コーギーをすごい噛む犬、ね、庭で飼ってて、もうどないもこないもできへんから、まず連れてってくれっていうので、行ったら、まあ確かにどないもこないもできへんかった。もう行ったらもう絶対これ指ちぎれるっていうぐらいガーガー言ってるから、その時にはね、身を守るために鉄パイプを持って、それでガードしたりするんやけれども、その硬い鉄パイプをガンガン噛むね。もう歯折れんのちゃうんっていうぐらい噛むわけよ。まあ歯折れなかったんやけど、まあ強いなと思うんやけど、まあ怖い、つない。もうこんな、正直こういう抗議しつけできるんかな、したくないなっては思うよ。だって怖いもの、もう私も人間やからね、いくらドッグトレーナーでプロでやっててもやっぱ怖いね。で、だからといって、うん、お客さんにね、無理です、帰りますとは言えないわけよ。だからどうにか頑張るね、自分自身で。
まあ、そのおかげでその子はね良くなってオーナーさんの元に返していって帰っていけたんやけれども、まあそういう性格上もあって非常に噛む。でチワワやったらまあ噛まれても指が飛ぶっていうことはそうそうないやろうけども、コーギーぐらいになってくると飛ぶわけよ、飛ぶ可能性があるわけよ、実際飛んだっていう話も聞いてるからね。そうやってだからそういう意味でコーギーも飼うのに大変。ただコーギーはまだチワワに比べしつけは入りやすかった。いくらそんだけ凶暴でもう指ちぎれるかなっていう子でも案外しつけは入りやすくて、ね、改善の見込みっていうのは早かった。チワワよりもそういう意味では楽やったけれども、やっぱしつけるにはもう覚悟、自分のその技術がものすごく必要な子やったね。どういう風にしたら噛むのか、ね、どこまで手出したらいいのあかんのとか、どういう風にして誘導してハウスに入れるの出すの健康をねチェックせなあかんのっていうのを磨かれた犬やったね。それが第2位のコーギー。じゃあ第1位はダックスフン。ダックスフンとちょうどあれやね、コーギーもダックスも胴長くて足が短いねまあこれももちろん共通してる理由があるんやけれども、ダックスも流行ったね、一時。一時っていうか今もまあ人気の犬種ではあるやね。ダックスももうすごい大変。ダックスはまず吠えるっていうのと噛む。もうこれがひどい。よく吠えてよく噛むからね。しんどい。正直しんどい。多分オーナーさんね、悩まれてる人もそうやと思う。もう声がね、よう吠えて、よう噛むって言ったら、近所迷惑にもなるし、ね、自分にもそうやってね、直接的な実害があるってね、手噛まれて痛い思いするっていうのがある。で、このダックスね、これもね、コーギーと一緒でちょっと犬種上の特性で噛みやすいっていうことが発現しやすいね。ダックスフント、ね、ドイツ語で、アナグマ、ね、の犬、ダックス、フント、ダックスがアナグマ、で、フントが犬ね、ドイツ語で。そういった理由があるんやけれども、ダックスフントっていうのは狩猟する目的でね、胴長で足短いのは穴の中に入って、ね、アナグマとかそうやってモグラだとか、モグラがあるんかな、そういったものをもともとね野生動物を捕らえる噛むっていうね、そういった目的で作られた犬種やからそもそも噛みやすいにゃ。でそういった理由で人も噛みやすくなっちゃうわけよ。もともと持ってる特性だからね。そういうので非常に苦労する。そして飼われてる数が非常に多いから、可愛いね。やっぱ見た目が可愛いやんか。顔がね、ちっちゃい子が多かったりとか、目がくるくるね、キュルキュルね、丸丸してて。で、愛嬌のある胴の長くて足の短い可愛いながずんぐりむっくりしたようなスタイルやんか。見た目はものすごく可愛いし、私もね、実家の方ではダックスを飼ってる。もうその子がびっくりするぐらいおとなしくて、すっごいね、可愛いね。だから、やっぱりね、苦労した第一位やけど、もちろん可愛さはわかる。知ってるし、体感してる。めちゃめちゃ可愛い。癒しんぼさんやけどね。ものすごい私の幸いね、実家で飼ってる子は、まあ、しつけもしていったっていうおかげで、もう全然吠えないし、全然噛まないし、もうほんと可愛い。ただ、やっぱり、噛むっていうことに対しては非常に強く、ね、傾向として出てしまう。それがなかなか治らへんね。やっぱりもともと持ってる気質がね、そういう噛むっていう気質が強いのか、しつけを進めていってもね、コーギーほど素早くは入りにくい子が多かった、ね、同じようにしつけしていっても、なかなか改善が見られへんなどとか、意思がすごく強いな、人よりの考え、人とね、こう交わって人の意見を取り入れてくれるっていうよりかは、テリアのように自分自身の考えをかなり強く持ってて、そこからなかなかねこちらの意見に耳を聞き入れてもらいにくいっていうのがすごく強かった。どうかなこうかなあかなって言ってもなかなかね難しいやーなかなかやなっていうケースが多かった。そういう意味でダックスっていうのが大変、トップで一番大変な苦労した犬種。でももちろん何回も言うけれども、その犬種が悪いわけじゃないし、その犬種を飼うなっていうわけじゃない。もちろん可愛い子は、ね、その犬種でもたくさんいるし、逆にね飼いやすいっていう犬を飼って苦労されてるって方もいると思う。だからあくまでこれは一つの私の体験談の話として聞いておいてね。でちょっと番外編としてねお話大変やったのが柴犬。柴犬がやっぱりね大変。どこで大変かって言ったら、やっぱりね柴犬っていうのはワンオーナーだとか
ワンオーナーだとか、まあ、飼い主以外の言うことを聞かないとか言ったりするやんか。まさしくそれ。訓練所に預けても、こいつの言うことなんかなんで聞かなあかんねんっていうのをものすごく出してくる。だから、こちらがなんやかんや言っても、下手に扱うと逆にひどくなるんやんな。まあ、幸い私もそういう知識っていうのはね、所長さんからそういうの聞いてたから、ひどくはさせたことはないんやけれども、ものすごくそういうので神経使った。下手にしたらね、絶対悪くなっちゃうから、無理はさせずに、この子ができることを少しずつやっていこうっていうのを、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ね、やっていく、やっていく、やっていく。やっぱりその分、無理はさせたらあかんっていうので、マージン、安全のね、無理させない部分を取ってるから、進歩がどうしても、ちょっと他の子に比べれば、その子のペースはゆっくりしたペースになっていく。無理ないペースで成長していく。だからそれがね、このまま行ってもいいのかな、もうちょっとできるのかな、でも無理させたらあかんかなっていう葛藤で結構悩んだ。で、柴犬はそういう意味で、トレーナーが訓練するには大変やった。多分ね、オーナーさんがやる分にはそこまでは大変じゃないと思う。オーナーさんのやり取りでやったら案外進む方もね、多いね。だから私出張で今ね、お仕事、しつけ教室やってるけれども、オーナーさんがやればね、案外すんなり進むケース、柴犬やったらポン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 って良くなるケースが多い。逆に私がね、もう最初から言うそういうのは、柴犬はそういった理由があるから私が触らない方が、しつけの学習スピードは早いですよっていうのは伝える。それでもよかったら私は触りますけどって。やらない方が、ね、この子のためと、オーナーさんの噛まれないとか、その、要望が早く進むだとか、ね、費用が抑えられますよっていうのは伝える。お金払いたいんやったら私触りますよ、みたいなのは言う。で、もう一個苦労したのは、イングリッシュ、ね、カスパニエル。あれがね、おそらくね、レイジンシンドロームっていう言葉は聞いたことがあるかな。レイジンシンドローム。突発性激怒症っていうんやけれども、直前まで、ほんとこういう直前までね、なんかその症状が起きる直前まで普通なんやけれども、その症状が起きると突発的に、とにかく噛みまくる、その辺のものを噛み散らすっていう症状。目つきを見るとね、結構わかる。目つきが明らかに変わる。だからね、そういう目つきが変わったら、もうぐわーって、ね、檻だろうが、何?小屋だろうが、人であろうが、物であろうが、とにかくすごい噛むね。もう目つきがね、もう本当に目が三角になるとか言ったりだとか、ガラス玉のようになるだとか、もうとにかく目が変わることで、目つきが変わることでわかるんやけれども、それで、変われへん、大変やって言って、訓練所に連れてきてもらった子なんやけれども、やっぱりそれはね、今でも原因が分かってないらしくて、薬で抑えたりだとか、ちょっとしたその触り方でちょっとずつ本当に少しずつ、原因をなくすっていうよりか、その他の部分でちょっと落ち着くようにして対処していくっていうのが、まあ、方法になっていくんやけれども、やっぱりね、その症状が出た時はね、多分本人、そのね、犬自身も、自分が何してるかっていうのは記憶にないんやんか、おそらくね。終わった後は普通の態度とって、別に本当にその直前まで、なんかすごいしてたこと、悪いことしてたとか、えらいことやってしまったっていうのもないねん。その症状が、レイジンシンドローム、突発性激怒症がパッと切れると、もう普通の態度にコローンって変わんねん。自分が何かしたっていう記憶がないからそういう態度になると思うんやけれども、その時になると急に普通に甘えて、ね、別に何もないよ、みたいな。そう?私すごい大変だったよ、みたいなのあるんやけども。だからね、そういう意味で、本当に遺伝的な、おそらく遺伝的なね、何かしら原因があると思うんやけど、それで苦労した。噛む子でも、それチワワとかダックスとかコーギーとか、噛んだ後っていうのはやっぱり人に対してすごく警戒心を強く持ってたりするね。それが、隅に行ってね、人から離れて、ね、嫌だっていう、逃げたり、距離を置いたりだとか、イーグーっていうのがずっと続いてたりだとか、それが徐々にこう、緩和されていって、まあ、ちょっとなら人の近くにいてもいいのかな、みたいな態度を出していくんやけれども、この突発性激怒症、レジンシンドロームは、そういう態度がないねん。もう、パッと終わったら、普通に、ほい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 って、あ、なんかそこにいる、何してんのみたいな、スー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 って寄ってきて、別に触っても問題ないし、歯とかウニウニ触っても問題ないし、とか、何も問題がないね。だから、そういう意味で、なかなかね、
その直接的にその症状を治すっていうのが難しくて、やっぱ苦労したね。まあ訓練所ではそうやって、あの他のことで上手にコントロールできるようにしていって、症状が出た時にはオーナーさんはこういうふうにねちょっと扱ってみましょうかっていうので、あのお伝えしていって、オーナーさんも自信を持ってそのことを付き合えるようになっていって、それから上手に帰るようになっていったっていうふうにしてね、そういう経験がある。まあその例外はちょっとね、あの数が少なかったりだとか特別なケースやったりとかするからちょっと置いとくんやけれども、やっぱ第3位がチワワ、第2位コーギーで、第1位がダックス。そういう風にして私はちょっと苦労してきたよっていうお話でした。では次回もどうぞよろしくお願いします。それじゃあね、またね、バイバイ。